いらっしゃいませ。ありがとうございます。宮上氏、つくもです。偉人町に桑名さんが現れたそうですぞ。ああ、コミジュルだろ。今向かってるとこだ。おお、さすがですな。そういうわけで、すでに警察がコミジュル一帯を封鎖し始めています。マジか。包囲してから徐々に網を狭めて桑名さんを捕まえるつもりでしょう。宮上氏、どうされます？そいつを手配してるのは公安らしい。で、鍋さんによると桑名が捕まったら何か事故が起きる。事故？とにかく警察より先に桑名を見つけたい。つくも、あいつのとこまでナビ頼めるか？わかりました。では矢上氏はそのままコミジュルに向かってくだされ。僕は周辺の状況を確認してみます。あ、杉浦氏も派遣しますので。わかった、よろしく。こちらつくもです。矢上氏、どうぞ。ああ、多分コミジュルの前に着いた。ええ、こちらドローンから見ておりますぞ。警察が道を塞いでる。どっかコミジュルに入れるルートは？ご安心を。侵入ルートの調べはついてますぞ。ここは慎重に行こう。さすがだな。で、どうすればいい？バリケードの手前、白い車が止まっているのが見えますかな？あれか。車の脇にかろうじて人が通れる隙間があります。そこから中に入れますぞ。窮屈かもしれませんが、矢上氏の身のこなしをもってすれば問題ありますまい。了解。けどさすがに人目が気になるな。それについてはお任せを。いたぞ、こっちだ。
ここからどこに行けばいい？工事用のフェンスに囲まれた奥がコミジュルのようです。ドアが一箇所設置されているので、そこから中に入ってくだされ。なんだろう、なんだ、頼めるか。お任せくだされ。いたぞ、こっちだ。そういうことか。ナビを頼む。それとクアナを見つけたらすぐに教えてくれ。あれ、おかしいな。もしもし、下方先生、どこですか？おい、どこだっつったんだ！でけえ声出すんじゃねえ。わざわざこっちの場所教えんな。黙って探せってか。でも広すぎんだろうが。しし、杉浦、つくも君が言わなかった、僕がフォローに行くよって。そうだった。八神さん、ここに来てる人たち RK だよ。じゃあ RK が警察より先に桑名を見つけたってことか。うん、ちょっと違う。さっき RK の奴らを警官がここに通してたみたい。どういうことかよく分かんなかったんだけど、見間違いかな。いや、多分見間違いじゃないよ。警察の一部がRK とグルになってるらしい。なんで？クアナを事故に遭わせるために。警察の上の方の誰かがクアナに消えてもらいたがってんだってさ。どういうこと？なんかすごい状況なんだけど。それとにかく警察や RK より先にクアナを見つけたい。あいつの居場所はわかるか？わかんない。っていうか、なんでクアナさんコミジュルに来てるの？誰か知り合いでもいんのかな？とりあえずこの建物の中をもう少し上まで進んでみるか。 RK じゃなくてコミジュルの人たちもいるんだろ。その人たちに聞けばクアナの居場所がわかるかも。 OK、 じゃあ RK の連中には気づかれないように。八神さん、 RK のやつら結構うろうろしてるよ。ああ、でもあれだけ探してるってことは桑名の手がかりは掴んでないんじゃないかな。なるほど。じゃなるべく先回りしないとね。他に行けるところもなさそうだし、あの階段を登ろうか。
これ以上は登れなさそうだな。八神さん、下からも RK が来たみたい。このフロアで他のルートを探そう。怪しい。ここからなら上に行けそうだね。よっ、よいしょっと。おお、やっぱ身軽だね。よっ。
お疲れ、八神さん。おう、お前らコミジュルのもんだな。は？コミジュル？僕らが？どうなってんだここは。全然人もいねえ。案内しろや。八神さん、あいつら RK っぽいね。捕まっても面倒だな。どうする？やっちゃう？なあ。八神さん、この先が最上階みたいだね。こっちにも部屋があるよ。ちょっと調べてみてもいいかも。加減桑名さんの気配くらいあったっていいもんだけど、この先はどうかな。準備はいい？いける？八神さん。ああ、行こう。おい、どうなってんだよ。どこにもいねえじゃねえか。はあ、北方どころか誰もいねえ。警察の情報だろ。ガセだったのかよ。おい、どうするよ。まだ探すのか。もう無理だろ。どうする、八神さん。桑名さん見つからないみたいだけど。RKが桑名を見つけてどうする気なのか確かめとこう。ただ捕まえるのが目的なのか、それともやっぱり殺す気なのか。それってあいつらに直接話を聞くってこと？相手はチンピラ4人だ。一人で二人ずつ楽勝だろ。まあね。よし、行こう。やあ、ちょっと話聞きたいんだけど、いいかな。はあ、誰だてめえら。お前らがコミジュルか？ねえ、こいつら八神さんの顔も知らないみたいよ。これはこれで寂しいもんだな。おう、どうした？あれ？ちょっと八神さん、急に数増えたよ。一人で二人ずつじゃないじゃん。そいつ八神だ。神室町の探偵。探偵？いいから捕まえろ。北方の仲間だ。オッケー、捕まえりゃいいんだな。ボコボコにしてやんよ。うっせー、祭りだ俺。ったくもう。Yeah!
もう終わりか？他にはもっといなかったっけ？いや、もう十分でしょ。おい、お前ら桑名を探しに来たんだよな。あいつ見つけてどうする気だったんだ？ただ捕まえてこいって言われてた。どうするか知らねえ。殺す気だったんじゃないのか？知らねえって。捕まえろって命令したのは相馬か？阿久津さんだ。どうせそこに指示出してんのは相馬さんだろうけど。あ、ねえ八神さん、ちょっと。仮面つけてる人多すぎないか？偉人町。僕もそう思い始めてた。桑名ならここにはいない。え？ガセネタだったんだよ。流したのはうちだ。あんたらはここの人、コミジュル。便利屋は普段うちが雇う側だったんだがね、今回は桑名から頼まれた。ん？ガセネタ流すこと？彼は自分の目撃情報を流して、敵がどんな連中でどういう動きをするのか確かめてみたいと言っていた。すると驚きの結果が出たわけだ。警察の情報がカムロ町の半グレにダダ漏れになっている。非常によく連携して桑名を捕まえようとしてた。じゃあ桑名は今の状況を近くで見てるのか？偉人町にいるってこと自体はガセじゃないんだな。その先を話すには人払いを。え、俺？いや、ちょっと。ごめんね。桑名は偉人町に戻ってきてる。あいつはこの町でこそ力を発揮する便利屋だ。今どこに？ハンピン・リューマンの鉄装にかくまわれてる。あんたらなら奥まで入れてもらえるはずだ。もう話も通してやる。桑名は俺らに会うと言ってんのか？ついてこい。警察にも見つからない抜け道がある。そこから町へ出たらいい。わかった、礼を言うよ。意外といい人たちなんだね。ただしもう二度とここには来るな。あんたらは招かれざる客だ。次に来たら命の保証はしない。勘違いだったみたい。八神さん、桑名さんのいる場所って？ハンピン・リューマンのとこまで行けば案内してもらえると思う。あそこには俺、テッソーって兄弟分がいるんだよ。は？とにかく行こう。また桑名の気が変わらないうちにな。よし、行こう。
神さん、早い早い。いい加減にしろよ。行くの？オペシャちょっと待って、名前か。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。八神の兄貴で、鉄装さんからご案内するように言われてます。八神の兄貴だっていらしていただけますか。ああ、お邪魔するよ。でしたらこちらへ。するぜ。鉄装の兄貴って呼べばいいんだっけ？まあ座れよ。そっちのあんちゃんも。お邪魔します。あんたのことはなんて呼んだらいいんだ？桑名か、それとも
北方先生。北方は社会的に抹殺された名前だよ。偉人町じゃ愉快な便利屋桑名さんで通ってる。警察じゃ殺人犯の北方だ。沢先生を殺害して逃走中。少なくとも県警の刑事たちは上からそう吹き込まれてる。あんたの何がそうさせるんだろうな。落ち着けや八神。もっとリラックスしたらどうだ。あんたらは最初から桑名に雇われてたのか。なのに俺の前じゃ知らない者同士のふりを。だとしたら随分手の込んだもてなしだったな。言わなかったか、ハンピン・リューマンには匿名で仕事を依頼できる。鉄装は雇い主が俺だって知らずにいたんだよ。もう今は隠し事ないけどな。そういうわけだ。気悪くするなよ兄弟。本当に隠し事なし？全部話したのか。こちらはいじめ加害者を殺し回ってる元高校教師。それ以上の秘密がねえなら全部聞いたと思うが、どうだい？ずるいな。俺はそいつを突き止めるまでに随分苦労したんだけど。おかげでこっちもなりふり構ってらんねえんだよ。大事な教え子たちもお前に首根っこ押さえられてもう動きが取れない。それって黒川学園の卒業生たちだよね、間宮さんとか。いいぞ杉浦君、その通りだ。どうだ、ここにいる全員もう腹を探り合う必要はないだろう。俺たちに秘密はないんだから。じゃあひとまず一服させてもらうよ。お前らさっきはコミジュルにいたんだろ。でそこでは RK の連中が俺を探し回ってた。警察に手引きされてた。ああ。お手上げだ。ますます分かんなくなったよ。俺を狙ってんのは誰だ。そいつは RK と警察の両方を動かせるってわけだろ。心当たりぐらいはあるんじゃないのか。便利屋風情の推理じゃ当てずっぽうにしかならんのだよ名探偵。お前の方こそ何か掴んでんじゃないのか。まだはっきりした確証はないけど、あんたを追ってる連中の正体は分かったかもしれない。へえ、それは。厚生労働省の事務次官楠本玲子。あんたが13年前に受け持ってた楠本満の母親だ。なんだそれ。彼女があんたの口を塞ごうとしてる可能性がある。で直接その指示を受けているのが公安だ。公安？神奈川県警の刑事が言ってた。公安筋の情報が沢先生殺害犯をあんただと名指ししてる。で RK には触れてくれるなと言ってるらしい。 RK が公安に守られてるなら偉人町で好き勝手暴れられるのもうなずける。ちょっと待て、そもそもその楠本玲子ってのはなんで桑名の口を塞ぎたいんだ。桑名は彼女の息子を飛び降りに追いやった河合信也を元教え子たちに拉致させた。5年前の神室町でだ。そして河合を殺してる。多分あんたは河合を始末する前、楠本玲子にその復讐を持ちかけたよな。江原が言ってたよ。あんたはいじめ加害者に復讐する前、そのことを家族に持ちかけるって。楠本玲子にもそうしたんじゃないのか。だとしたら何だ。彼女は今や厚生労働省の事務次官だ。しかも人望を集めて前任者の腐敗を正している真っ最中。それが復讐殺人を事前に了承してたとなったらどえらいスキャンダルになる。この先あんたが警察に捕まったりでもしたらそのことが明るみに出るかもしれない。だから
楠本玲子としてはそうなる前に俺の口を塞ぎたいってことか。公安を使って。ああ、ただし公安も大っぴらに人員は動かせないから下請けとして RK にあんたを追わせた。それなら公安が RK をかばおうとする理由にもなる。なるほど。一応筋は通ってるか。おかしいかな。残念だけどそうなるとおかしな点が一つある。ん？なんだよ。確かに5年前俺は楠本さんに河合信也への復讐を持ちかけた。そしてお前の言う通り間宮君たちを使って河合を拉致させてもいる。それで？その時から楠本さんは俺が間宮君たちを動かしていることを知っているんだ。あの子たちの顔も素性も全部な。だからもしも楠本さんが俺の行方を追おうとすればまず間宮君たちを当たるはずなんだよ。だが実際には今も間宮君たちのもとに公安の手は伸びていない。つまり公安に指示を出しているのは楠本さんではないってことだ。なるほど、そうかもな。ねえ、ちょっと話それるけど5年前に河合信也を殺した時楠本さんってどうしてたの？その場にいたよ、俺と一緒に。彼女はその日からめったに取らない有給を連続で3日取ったんだ。え？河合信也を実際にその手で殺したのは楠本さんだ。彼女自身の手で河合の胸にナイフを突き刺していった。ゆっくり時間をかけて、なるべく苦しんで死ぬように、江原明宏と同じように。彼女も自分の手で息子の復讐を果たした。立派にな。彼女が自分の手で河合のことを。浴びた血の匂いが取れないんだと言ってた。なんてこったい。そのことを知っているのは俺だけだ。間宮君たちも知らない。5年前のあの日俺は間宮君たちに河合を拉致させた後はすぐに彼らを帰らせた。楠本さんが河合を殺した時一緒にいたのは俺だけだ。なんかもう異次元の話だよ。だがそれでも楠本さんは俺を裏切っちゃいない。そもそもな、事務次官ってのは公安を顎で使えるほど偉かねえと思うよ。だったら公安は誰の指図で動いてる？お前の仮説はいい線いっていると思う。 RK が公安の下請けってのは確かにそうなんだろう。これまでの状況とも辻褄が合う。連中が俺をしつこく追ってくる理由は俺が楠本さんにとっての弱みになると気づいてるからだ。どっちにしても黒幕はあんたを捕まえることで得をする立場の人間だ。それが楠本玲子じゃないとすれば彼女の敵か。敵？ああ、例えば厚労省の中の敵、それか政治的に彼女を目障りに思ってる敵。そういう奴らにとって楠本玲子の弱みは何よりも価値があるよな。それを使って彼女を引きずり下ろそうと考え、いや脅して好きに操るんでもいい。もしかしたら公安が動く理由はそこじゃないか。引きずり下ろすだけなら正々堂々と警察に捜査させるだけでよかったんだから。なるほどな。今の楠本さんは厚労省って組織にしがらみがない。おまけに世論の後押し、若手からの人望もある権力者だ。その分敵も多いのかもな。なんかの記事で読んだけど大臣も彼女に手を焼いてるみたい。アホの大臣が威張って変な指示出しても遠慮なく反論する楠本さんに言いまかされて逆に言いなりになってるんだって。じゃあ大臣が楠本玲子の弱みを握ろうとしてんのか。大臣は例えばの話だよ。力を持ってる楠本さんには敵も多いってこと。話ちゃんと聞いてた？おい、口の聞き方
黒幕はもしかしたらずっと楠本さんの弱みを探してたのかもな。でいじめ加害者に復讐をしたらしいって江原の事件があった時にふと気づいた。楠本玲子も江原と同じ立場だ。一人息子をいじめで傷つけられている。するとその加害者河合もどうやら5年前から失踪していたと分かった。しかもいじめ加害者が殺されたって事件はそれだけじゃない。あんたは全国各地でいじめ加害者を粛清してたんだろ。河合を入れて7人。マジかよ。それを知った黒幕はやがて確信を持つ。楠本玲子も復讐を果たした被害者たちの一人だったと。ああ、そして江原の事件と楠本玲子の事件には共通する関係者がいるとわかる。それが沢先生だ。俺もそこで二つの事件に関連があると気づいた。 RK はだから彼女のところに現れたんだよ。そしてあんたの名前を聞き出した。沢先生はあんたが三越場殺しに関わってるかもしれないと疑ってたんだろ。あんたはきっと良かれと思っていじめ加害者を何人も殺し回ってた。被害者の無念を晴らすため、そして正義のためってところか。でもそれが沢先生を巻き込んだ。そんなつもりはさらさらなかった。いや、ただの結果論だなんて言わせねえ。遅かれ早かれあんたは自分が破滅すると分かってた。マミやユイや他の教え子たちも道連れにだ。そしてその時周りで何が起きてようがケツを拭く気は最初からない。もう捨て身だからだ。いじめをするようなクズを何人も地獄に引きずり込めればあとは何も知らねえってわけだ。沢先生の死に顔をあんたは見てないな。怖い思いをしてたのがよくわかる顔だった。あんたや江原、楠本玲子、人を殺して罪を逃れた奴らのツケをなんで彼女が払わなきゃならねえんだ。あんた、あの世で彼女に合わせる顔があんのか。ないな。永遠に頭を下げ続けるしかない。ならどうしたらいい。警察に自首でもしろってか。でないと彼女がなんで死ななきゃならなかったのか誰にも分からずじまいになる。何も悪くなかった彼女の死を誰もが腫れ物扱いする。今の警察みたいに。できない相談だ。この状況で俺が大っぴらに自首すれば公安に消されるのが関の山だろう。それに楠本玲子の立場が危うくなる。俺は彼女を売る気はない。彼女がやった復讐は完全に正当だし許されなきゃならない。なんだと。彼女は自分の一人息子を恥ずかしめて自殺に追い込んだクズを始末した。法が甘いと泣き寝入りせずに裁くべきを自分の手で裁いただけだ。彼女を罰する資格なんて誰にもない。そんなことは絶対に俺が許さない。おい、そこの茶髪、もう話し合いだけじゃ終わんねえみたいだ。だね。俺のことも殺すのか。自分の正義を邪魔するもんはもう誰だろうが殺すしかないんだよな。俺は殺しをしてきたんじゃない、罰してきたんだ。何も分かっちゃいねえやつが口を挟むな。俺たちの邪魔すんじゃねえ。Yeah!
もっと来いよ。何分経ったっけ？結構経つな。止める？いや、気の済むまでやらせとけ。これもそれなりのコミュニケーションじゃねえのか？やろう！なるほど。さすがにね。もう十分じゃねえのか。え？とりあえず終了です。何言ってんだ、止めんじゃねえ。いい加減にしなよ。覚えた必殺技まだ食らわしてねえんだけどな。俺もこっから切り札出してぶっ倒すとこだったのによ。しっちゃかめっちゃかしてくれやがって。食えよ、二人とも。料理冷めちまうだろうが。これ作ってくれてんのうちの上の人なんだよ。残したらまずいんだって。大丈夫、おいしいおいしい。うん、うまい。やっぱうまいな、マジうまい。楠本玲子は公安に狙われてる側の人間だったってことか。ああ、その公安の指図で警察の一部も RK も俺を捕まえて楠本さんの弱みを握ろうとしてる可能性はある。ただしそれは本当に公安が動いてるとしたらだ。その情報を持ってきたのはお前だろ。刑事がそう言ってたって。警察の捜査にどっからか圧力がかかってんのは間違いない。 RK が野放しなのにあんただけ手配されんのはどう考えても不自然だからな。ただその相手が公安ってのは刑事一人の口から聞いただけだ。公安つったら日本最強の情報機関だぜ。そんなのに追われたんじゃ逃げ切れやしない。俺もそう思うね。そうだ、よし、やっと話がそこにたどり着いたか。あ、うん、今あんたら二人がいがみ合ってて得すんのは誰だ？え？公安だよ。あんたらが足を引っ張り合ってるうちに奴らはいつの間にかすぐ近くまで忍び寄ってくる。で、気づいた時には見つかって奴らの手に落ちてジエンドだ。
そいつは敵の思うツボだろ。だがもしあんたらが手を組んだらどうだ。お互いに見えないところをカバーし合って、 RK より、そして公安よりも先に動き、その奥にいる黒幕を暴くことができるかもしれねえ。なるほどね。敵同士が手を組むにはもっと大きい敵がいればいいわけか。わかった、俺はいいぜ。組むのは今だけだ。公安の方が片付いたら、あんたのやってきたことも見過ごす気はねえからな。オッケー。じゃ何から始める？もうこの勢いで公安に乗り込んじゃうとか。いや、まずは本当に敵が公安か見極めるところからだろう。ああ、腹をくくった行動はその後だ。向こうはまだ俺らが一緒に動いてることを知らない。そこに何か奴らを出し抜く手があるかもな。いいコンビじゃねえか。本当に公安が楠本さんの弱みを握ろうとしてるなら、彼女のすぐそばで聞き耳を立てているはずだ。盗聴監視は奴らのお家芸だからな。そうだ、まずそれを確かめてみるか。どうやって？彼女に直接電話してだ。今ここでか。ああ、そしたら敵は逆探知でこっちの場所を突き止めてくるかもしれん。だが日本でそんなことできるとしたら公安くらいのもんだ。敵が誰かそこではっきりさせられる。そうだな。そうだな。っておい、じゃあお前が楠本玲子に電話かけた途端敵がどっと踏み込んでくるのか。絶対ここでやんじゃないぞ。いや、その手は使えるよ。は？おい兄弟、急に何言い出すんだ俺。八神さん、勝手に兄弟なんて作っちゃってよかったの？カイトさん気悪くしない？うん。おい、なんだこれ、すげえうまいな。おだろう。まいか。あ、そりゃいい。やっぱお前違いが分かる男だな兄弟。クワナ、あんたが最後に楠本玲子と話したのはいつだ？5年前、河合を殺した晩が最後だ。お互いにそれから連絡しないようにしてる。番号は知ってるんだな。昔と変わってなければ。俺にも教えてくれ、ちょっと考えがある。あ？相手が本当に公安なのか罠を張って確かめるんだ。あんたからの電話が逆探知されて誰かが襲いに来るようなら、やっぱり相手は公安で決まりだよ。だからこっちの位置情報はごまかしながら楠本玲子に電話する。どうやって？俺が足のつかないスマホを2台持ってあんたの声だけを中継するんだ。もちろんあんたのいない場所で、なるべく人気のないところがいい。送り込まれてくる連中を覗き見できたらひとまず任務完了。どういうこと？俺は分かった。まあそのうち杉浦君にも分かる。まずは敵を知るところからだ。足のつかないスマホはすぐつくもに用意してもらう。じゃあ一時休戦でいいか？あんたがここにいる間だけな。俺も兄弟の顔を立てなきゃなんないし。やっぱ張さんの料理はまずい取引もうまくしてくれる。乾杯。八神さん、つくもくんがもう電話用意してくれたって。足のつかない飛ばしのスマホ2台だよな。ちゃんとそう伝えたよ。さすが99か、仕事が早い。